今回は助けてもらっちまったな。前に木ノ葉に援軍として駆けつけたことは助けてもらうことになる。持ちつ持たれつってとこね。木ノ葉へは明日戻るの？明日よ。だったら今しかないじゃん。何がです？帰る前に一つ俺との手合わせに付き合ってくれないか。僕がお相手いたします。いざ尋常に一本目始め。おいおいやれ。騎馬から傀儡忍術の強さは聞かされていたが、これほどまでとは。お見事です、勘九郎さん。お前らだって任務明けの身でよくあそこまで動けるな。いついかなる状態でも戦える状態を保つ、それが忍びです。さあもう一戦、いやあと10回くらい手合わせをお願いします。すまん、こいつの言うことは真に受けないでくれ。大したやつじゃん。木ノ葉の忍びが強いわけだ。だがさすがにこれ以上は体が持たないからな。ではこうしましょう。次に会った時また手合わせをしてお互いの成長を確かめる。そうだな、目標を持つのはいいかもしれないな。男と男の約束ですよ。ああ、男ってみんなこんなノリなのね。次は私たちだね。私たちって、手まりさん、何？なんだ？手合わせに決まってるだろ。私もやるんだ。分かったわ。でも、やるからには本気よ。少しは進歩したか？ダリ、変えさせてもらうわね。いざ尋常に一本目始め。外れだな。いざ尋常に一本目始め。
ス千代瀬切り切りないどっちよなんな千代瀬切り切りないどっちよ走る少し成長してからおいで。強い。全然歯が立たない。そんなことはない。お前の武器の数、まだまだそんなものじゃないんだろ。全部使い切るわけにはいかないしね。次にやるときは、任務がないときにお願いするわ。任務がないと。いつになるかわからないが、いいだうんうん、みんな青春してるな高志よ、ここは一つ俺たちもいやすまないね、ガイ君あの車輪が使うと、当分体が動かなくてねそうか、うん、ならば青春フルパワーダイナミックマッサージえ、ちょっと、ガイ君何そのマジな目あ、ちょっとこのマッサージものすごく痛いんだけど青春フルパワー